今日も桃色クローバー ZX 始まるぜ。今日もガンガン俺飲むんで、ガンガンコメントしてください。よいしょ、みんな愛してるよ。寄ってるんだけど、なんかごめんね。はい、どうもー、どうも、始まりました。イエイ、始まりました。桃色クローバー ZX、 どうも。じゅんくんと、たけみマネージャーは後から来ます。はいはい、多分多分、いや絶対来ます、はい、絶対来るの。どうも、今日は伊達メガネです。ね、似合うよね。いくん、渚はだって。渚は今日は旅に出ました。はい、大丈夫ですよ。あの、ちゃんと渚は来ます、はい、うん、長い旅ではないだろうね。長い旅ではないですよ。明日、はい、明日はちゃんとあ、もう明日か。そう、うん、というか明日、多分本人からもあると思うんですけど、明日、たけみマネージャーバースデーイベントでーす。イエーイ、やばい、お祝いしなきゃ。おめでとうございますね。バースデーイベント、マロニーちゃんって誰？マロニーちゃん、多分ジュンのことだね。ああ、ジュンのこと。僕の知ってる子が言ってました。マロニーちゃん、なんでかマロニーちゃん、なんで、あの髪が麺っぽいから、わかんないけど。タブレットらしい。あ、タブレット、はい。あの、ミンティアのタブレットならあるんだけど。じゃあ、どれで乾杯するかね。よいしょ。あ、でも、明日主役のタケミマネージャーと、はいはい、はい、マロニーちゃん、マロニーちゃん、マロニーちゃん、髪の色が変わり、見切れてる、見切れてる、見切れてる。あ、ありがとうございます。準備、見切れてる。もうちょっと、はい、うん、こっちですか。うん、はい、どうも。じゃあ、そろっとどこで、はい、また今日もこのメンバーでお送りします。はい、今日は渚がいないけどね。はいはい、イエーイ、乾杯。飲んでたもん。乾杯。イエーイ。はい、はい、お願いします。バースですね。はい、バースです。はい、皆さんお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。待てよ。はい、なんか今日匠をいっぱい飲ませようだって。バースデーだ。明日あるから。そうだ、明日あるだよ。何ちゅうこと言うんだよ。明日あるけど今日もあるよ。はい、バースデー、バースデー、バババババースデー、バースデー、バースデー、バババババースデー、バースデー、バースデー。あー、めっちゃ飲んだ。飲んでねえだろ。めっちゃ飲んだ。すげえ飲んだ。出た得意の酔ったふり、酔ったふり。てか、なんか今日全員透けてない？マオなんか透けちゃってるからね。大丈夫？嘘。そうだよ。骨見える、骨見える。体毛見える、うん、緑が透けるんだよね、緑がね。俺なんてほら、だってもう足がなんかもうほら、あ、やばいやばいやばい。あ、ほんとだ、幽霊幽霊。今日は一くん透けてるらしい。足がね、この間も透け、この間消えたからね。服がもはや全部最近ちょっと青系にハマってるんだ。あ、消えちゃった。まあでも、うん、足がないのか今日は。うん、体はあるね。体はある。待って、俺眉毛ないんだけど。ボタン飛ぶよ、それやめたら。はぁって。ボタン飛ぶよ。あれが幽霊メガネくんだ。え、どうですか、ちなみにマッスーね、マッスー、一番あっちのマッスー、ちょっと、はい、今日変わったんですよ、髪の色が。めちゃめちゃしてます、ね、失礼しました。どう、いい感じじゃないですか。あ、やっぱマッスーにしか見えないって。ちょっと赤系の、僕もです、はい、マッスーにしか見えないですね。赤系のカラー。でもあれでね、こうやって画面越しで見るともっとマッスーに見えるね。本当ですか。確かに、ちょっとぼやけたところ。本物みたい。本物みたい、ぼやけぐらいが。あ、ね、今日はジャニーズジュニアから特別ゲストで、はい、テゴマスの、はい、マスはジュンですよ。はい、味噌スープ歌って。味噌スープ豪華でしょ、ゼックス。味噌スープ飲みたいですね。豪華でしょ、ゼックス。ね、ジャニーズジュニア呼んじゃうんですけど、噛んじゃった今。グイグイだよ。ジャニーズジュニアじゃない。でもやっぱり皆さん、やっぱいいですよね。はい、うん、みんないいって言ってます。うん、うん、いや、もう寝ちゃうの早いね。いっくん、サボらないでちゃんと来て偉いね。ああ、ナイトフィーバーの時に言われた。ナイトフィーバーの時の話でしょ。今年一発目のナイトフィーバーの放送の時に、放送っていうことを忘れてた。マオちゃん、手振ってたってよ。俺一人で。なんかマオ、なんか頭もなんか CG と一体化しそうだよ。あれ、背景だね。背景は黒だから。やだな。なんか今日は
幽霊メガネくんって俺だよ、いっぱい来てますね。おい、ゴリラじゃねえ。ゴリマオ。ゴリじゃねえ。ゴリマオ。ゴリマオ。ゴリラじゃない。今日なんでメガネなの、いっくんは。それね、今日初回の人にも言われたんですけど、普段俺ネクタイとか絶対締めないんですよ。確かに今日ネクタイなんですよ、ほら。だからなんかネクタイをこう締めてなんかこうビシッとこういうの来たら、なんかちょっと気持ちが真面目になったか。ほんと、そう、真面目。今日は真面目な感じで、今日はだからちょっとメガネかけて、なんかちょっと真面目ガネ、真面目になろうかなと思って。真面目ガネで、メガネを外したらそっちの方がいいよって言われたから、なんか悲しくなった。一回撮ってみて、そっちの方がいいよ。早いよ、まだ撮ってねえよ、はい、どうですか、どっちがいいですか。うん、どっちでもいいよね。でメガネ可愛いっていう、はい、で画面越して見ると俺眉毛ないんだけど、また別の別の視点からだよね。まあメガネかけてる時もいいし、あ、真央くんがメガネかけてる、どうなるみたいな。僕、仕事終わった後にちょっと主任の借りたんですけど、大木ボンドっていう人にね、ちょっと自分で似てるってちょっと思っちゃったんでしょ。ちなみに一句、これメガネした方がいいっていう人がいるんだよ。あらありがとうございます。画面越してもちょっと大木ボンドに似てるんだよ、ね、どうですか、マオクのメガネは。あ、大木ボンド大木ボンド、え、大木ボンド分かりますか、皆さんすごいね、なんか今日特別ゲストいっぱいいるな、はい、マッスー来て、大木ボンド来て、大木ボンドなんだ、俺まだゴリラ。これ視聴者の皆さんに伝わりづらいと思うんですけどね、なかなか面白いですよ、マオクのメガネ、ね、え、これ、大木ボンドってリクエストしたら画像出してくれますか。大木ボンドの画像、さすが1分でいくら、はい、1分ぐらいで出してくれ、早い、見すぎっていう人多分分かるんだろうね、大木ボンド、うん、すごいね、マッスー来て大木ボンド来て、あれ、ピンクの人はだって北の国からでしょ、あれあ、北朝鮮、北朝鮮、そう、そう、言わない、今完全するやつ、今聞いたかった最近完全するテクノカットだっけ、僕さっきから言われるんですけど、ピンクシャツじゃなくてタクミって言います。タクミです。ピンクシャツ、名前が、名前が、何でもないです、ごめんなさい。何ピンクシャツ P なのに、なんかタクミの T って言っちゃってわけわかんない酔っ払ってんのかな、酔っ払ってます今日酔っ払ってないんだけど、今日の、酔っ払ってる、酔っ払ってないですけど、あら、シラフ珍しく、で今日営業中ちょっと酔っ払いました。あのね、最近ね、お酒がね、弱くなってきて、年なのかな、いやでも、ね、まだまだですよ、よく飲むってのもあるんじゃない、ね、ダメなんですよね。あ、出た、 あ、しかも真央の上にか笑って笑って、カメラ目線で笑って、あっちあっち、あ、大きいボンド、え、これアップにしたまんまでこの画像って出せるんですか。あ、大きいボンド、出たほらね、この感じね本当に似てる、本当に似てて、俺今年一マジ本当にやんだ。でもマオ今日部屋飯してるからちょっと違うけど、部屋飯してないところパッツンじゃん、そうそっくりやん、余計にすごい似てるんだから、ちょっといや、ね、悲しい、似てるマオボンド、マオボンド、マオボンド、ちょっとかっこいい、ちょっとマオボン、ちょっとかっこいい、マオボンド、マオボンド、でもあれはなんか、うわ、そんな似てないよみたいな優しい方、そうね、いなかったな、みんな似てる、味方がいる、味方が、あ、似てないもん、一人いた、あー、あー、優しいね、アメちゃんあげる、あ、え、景品軽いな、アメちゃん顔同じじゃんって人もいるよ、誰やねん出てこいよあ、まあね、でも、はい、似てますよね、うん、もうピンクシャツとタクミ合体してるから、ピンクタクミになってる、ピンクタクミ、ピンタクミ、まあ、どっちもいいですけどね、見てくれるのは嬉しいので、いやらしいがね、ピンタク、でも明日行くっていう風なコメントもある、ね、はい、待ってます、え、ちなみにタックン今の意気込みは、意気込みは、明日はそれ言っちゃうの、それ今の意気込み、もう言っちゃうの、言っちゃう、あ、ダメ、もう言っちゃう、あ、ダメ、まあじゃあ最後にします、そうです、最後にします、ね、最後にしますか、もう言っちゃうのって、もう言っちゃうもう言っちゃう、下ネタだけどねもう言っちゃうもう言っちゃう、あ、言っちゃった一君今日かっこいい、まあいつもかっこいいよ、いつもかっこいいよ、今日はちょっと大人になろうかな、誰だ、でも今日ね、あの、うちの、あの、従業員に言われたのが、このシャツ上、上半身だけ見ると本当にあのティームレボリューションの西川さんですねって言われて、あー、ゲストに聞いてそう言われるんですよ、見てるって、そこに短パン履いてくださいって言われました。俺が短パン履いたら気持ち悪いことになるんですよここまでの、のび太くんばりの消えてる、消えてる、足消えてるって、短パンすごくない、なんか俺上半身だけ浮いてるみたいな短パン以前に消えてるだよ
あ、完全に消えた。あ、これ消してくれたんですか。あ、ほんと消えた。すごいすごい。うい、お、やばいやばいやばい、幽霊幽霊。あ、すげえな。上半身だけの男行くと、しかもなんか俺だけなんかほんとこれ CG でなんかここに来ましたみたいな。確かにね。西川育人さん違います。いいじゃん、黒崎じゃなくて西川で。そうなんですよ、よく気づきましたね。ちなみにこのシャツ割りかしピチピチ気味です。そうですよ、なんか文句でもありますか。ボタン飛ばすぞってパン。でもね、聞いてよ、痩せたんだよ、ちょっとでも俺でも。ああ、痩せたんだけど、絶対に太ったでしょって言われるの。確かに、なんでなんだろう、みんな気づいてないね、あんまり。じゃあ、あのね、なんで太った風に見えるかね、うん、そこにあの答えがあるんですよ、ちゃんと。何なんですか。あのね、俺今までこう体型を隠すあの服装が多かったんです。はいはいはい、はい、ちょっとボテッとしたちょっとサイズの大きい服を着てたんですけど、それは自分に甘えてるなと思って、うん、あのこういうちょっとピチッとしたやつを着て自分を見られてるかもね。そう、あの、あ、見られてる、恥ずかしいみたいな、痩せなきゃみたいな、うん、そういう意識をちょっと自分に持たせようと思って、最近ちょっとこう誰か XL とかちげえよ、これちゃんと M だ M。 S は着れねえけどよ、うん、っていうね。そう、だからちょっとこうピシッとした服を最近着てるんですよ。あ、いや、いいことだと思うんですよね。はい、だからちょっとあの太った風に見えるかもしれないですけど、マオ太った、俺太った、そう、マオはね、ちょっと最近ね、どうなんですか、マオはあんま太んないイメージだけどね、うん、いや、マオだってめっちゃ偏食だもんだって。ああ、はい、僕ご飯食べないです。だってマオだって肉まんに醤油ぶっかけるからね、サンドイッチに塩かけたりとかね、え、おいしいなもので言う、はい、え、美味しいね。純もなんか肉まん、いや、肉まんに醤油、醤油は美味しいですね。一緒、あの、からしもいいですね。あ、合います。あ、ね、はい、ポチャ可愛いって言ってる。え、ありがとう。肉まんは醤油、もうなんかね、この1年、2年ぐらいかな、体型のことでいじられすぎてなんか、え、何が主食なの、何も思わなくなってきて、体のことも、もう慣れたもん。マウはゴリラだからバナナ食べる。ヒカルさん主食は何ですか。主食、うん、ヒカルの主食はね、お酒だね。食べ物じゃないね、もうね。酒なんだ。酒なんだ。今日酔ってますか。酒で生きてる。今日酔ってる。酔ってますか。今日全然酔ってない。あ、ほんと。ありますよ、今。ていうか、もうガンガン飲めんだよ。いつもの狂月。これがね、もうね。消える狂月ね。消える狂月、もうほんとに。マジック。もうドバ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 グラス結構長いですよ、これ縦長いバビグラス多分こんぐらい強月、うん、もう結構上まで入れたね、もう色が違うもんだって、やばいね。あら、アップになった。あ、でもあら、いける味ちょっとアップになったから、アップになったからもうグイグイするしかないでしょ。で、はい、で、飲んだら美味しそうに決め顔して、グイ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 、何もない。はい、どうですか、市長さん、皆さん、なんか、決めのコメント言ってください。決めのコメント、うん、ちょっと待って、酔っ払ってきてもらえない。早い、まだ飲めるって言ったばっかりだよ。早い。でも確かにきつそうですね、これ。どうでした、美味しかったですか。美味しかった、本当に。でも、姫様たちは、うん、酒に溺れるんじゃなくて、うん、俺に溺れろ。それ、そういう系の言葉を欲しかった。飲み終わった。考えたよ、綺麗に決まったっすね、今のは。俺に溺れろ、いい決まり、うん、ついにベロベロのイメージ、ね、あー、まあ、間違っていい、正直僕もありますね。間違ってはいない。たくみさんが言うとどうなるんですか。僕どうですか。僕自分ではあまり変わらない。あ、そうだ、あのね、この人マジで飲むと長い。あー、まあ、それはあるかもしれないですね。あとね、すげえ飲ましてくる。確かに酔っ払ってると大体ね。で、なんかこれが俺の酒だったとして、あの、なんかめっちゃ濃いめで作られてて、こうなんか飲むとしたら、うん、水に感じるとかっすね。絶対言う。え、まあ、実際そんなことないですけどね、全然うわこうって思ってるんですけど、うん、ちなみにマッス酔うとどうなの。どうなの、それ知りたい。マッス酔うと、マッスは酔うと、いや、マッス、ちょっとごめんなさい、僕のこと言っていいですか。僕のイメージっていいですか、うん、マッス言おうとマジで何言ってるか分かんないけど、うん、あー、ほんとに嫌だ、ロレツ回らない。はいはいはい、今なんて言ったのってめっちゃある。あー、確かに。マッス酔わせて、はい、酔わせて、そう、今日は渚という、マッスは純くんです。マッス純です。うん、あ、え、どうですか、マッス言おうとどうなの。マッスは言うとキスマイになります。はい、よいしょー、グイ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 グ
隣で酔われても俺またこの間投げ算されたみたいなことする。 あったねまあそんなところで一旦 CM 行きますか。はい、はいはい、じゃあ一旦 CM。 ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。 His color Ken Kurosaki. It's difficult to describe him in words. He's like urban person like travelers. The travel is once reassuring yet we can earn lifetimes worth some money in onlyイェイ。はい、イェイ。開けた。ただいまー。開けた。うん。で、なんだっけ、マスはキスマになる。キスマになります。キスマになる。イクトさんどうなんですか、酔っ払ったら。俺酔っ払ったらどうなんですか。見たいですけどね、見たいですけど酔っ払ったらどうなんですか。俺酔っ払うとね、夏だとね、感じてよ。夏だと。夏だとね、脱ぐ。脱ぐ。脱ぎたくなって暑くて。あーでも持ってる写真あと、うん、ナイトチューブのイメージだと焼かるよね、酔ってる時は。ああそうですね、記憶ないまま焼かってるよ、ね、飲むものによるんですよ俺は、うん、ウォッカとかなんかそういうなんか度数の高いものを飲まされて酔った時は、うん、焼から系になります、うん、なんか誰かのイベントかなんかの時にベロベロに酔っ払って壁にこう貼ってあるあの風船バルーンがあったんです取ってなんかここにおっぱいに貼っつけてなんか巨乳とかさなんかこうちなみにその時上半身は裸なんですよ。裸でした、うん、もうみんなね、皆さん帰った後なんですけどね。そう、なんか一人だけね、うん、ちょっと裸で暴れてたっていう。まああと一句投げキスしてやって、え、こっちにすればいいのか、うん、ね、なんなの俺がおんぱ二人でやり合ってて気持ち悪いだろ。だって、もう視聴者の皆さんに言うの。はい、はい、ね、ごめんなさい。どうですか最近の一君は。漏れてないからな。何がですか最近。俺ですか最近ここに酔っ払わないで来てますもんだ。1ヶ月ぐらい前まではだって毎日酔っ払ってて、めえらほそらばらすんだねえぞっていや、ほそらばら…いや、ここで言うならほそらば行けってたんですよ俺、うん、まあまあまあね。でも、うん、でも、この間はだから毎週記憶ないんですよね、土曜日。それじゃちょっとつまんないなと思って。匠さんハート作って何やそれ。ハート作って、ま、マオの、まあ、マオもやって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 、もう酔っ払ったらもうちょっと本物になっちゃいますね。酔っ払ったらもうこうやって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 もうほんとこうやっちゃうからもう。何それ、え、ハートでもなんでもないですよね。ゴリだゴリだゴリだ。ああ、ね、ゴリゴリだ。ハートはハート、たけみ投げキスって書いてありますよ。何それ飛ばしたの今。え、何飛ばしたの今。投げキス。あら投げキスよ。何だと思ったの。おい、ゴリボンドって誰やねん。ゴリボンド、ね、ゴリボンド、ね、うるせえぞ。ゴリラとボンド、ゴリボンド、ゴリボンド、ゴリボンド、ゴロがいいよね、うん、ゴリボンド、うん、ねえ。でもほら、マオの良さは画面越しは伝わらないよ。いい、うん、やっぱ実物に、ね、会ってみないと。マオはね、直接ゴリラ前してるって、だからの毛なしんだか開けてんだか分かんないね、うん、でもなんか毛なしないみたいな。ゴリラゴリラ言ってるけど、でも実際ね、なんかゴリラ顔じゃないよって言われてることもあるよね。実は人間です、はい、ね、ゴリラ顔が好きっていう人に俺ゴリラ顔って言われるんですって言うと違うって言う。違う否定してくれる。じゃあちなみに誰が一番ゴリ顔だと思います、ね、それ限定にするの。でも俺もゴリ顔って言われる。それじゃあ、うん、自分ゴリ顔。じゃあそれじゃあ、あれ取りますかアンケートね。ゴリ顔、はい、誰が一番ゴリラっぽいですかね。やれますか。じゃあ一人一人アップになってから誰がゴリラ。5人で、5人で誰がゴリラ、誰がゴリラ。リモンド好き好き。リモンドって何やん。
でも真央でもたまにゴリラっぽい顔するよね、こうやってここにこうやって。ちょっとね、僕はシステムがあれあんま分かんないですけど、どうなる。まだまださ、まだアンケート取る前に光ってきてるから。もうゴリラ行くの。やれって言われたらやるよ、そんな体張るもん。光る2票、光る2票。でもこれ、アンケートが取れるんだよね、これね。アンケート どういうあれになるの。なんか今、あの発表してくれる、発表してくれる、集計してくれる。この間、絵心対決した時にあーやりましたもんね。最後のお題、えぐいよね。コメントでみたいな。あ、コメントだけです。あー、なんか絵を描いてやってたんだけど、最後のお題は、おい、獣顔って待って。誰光が多い、もう投票する前に光が多い。なんか誰の絵描いてるでしょって言って、はい、俺と渚がなんかあのゴリラの絵を描いて、うん、光さんだけなんかまともにちゃんと投票してね、投票して。人間の絵描いてた。左から順に。あ、出ました。おお、アウストラロピテクスって。エンジン化それゴリラよりひどいよ、それ。人間になる途中だから、うん、ちょっとリアルだよね、うんうん、全くもって強いじゃないから。ちょっとえ、これ視聴者の皆さんの画面には投票が出てるんだ。あ、やめて、なんかコメントの数見るとなんか俺多い。誰ですかね、誰だろうな。これ意外と順とかだったっけ。あ、意外とワンチャンあるからね。相当ヒカルさんとかマーとか言ってるの、意外と順とかだったっけ。ゴリ順、ゴリ順、ゴリって言われると反応する。投票とかの前に投票とかの前にヒカルが多すぎだから、本当にもう。マオ人間さっきでは出ました、ゴリラ対決。 0% の方が、はい、ゴリラじゃない方が2人います。はい、はい、はい、じゃあ 0%、 はい、0%。ゴリラじゃない人は誰ですか。ほぼ 0%、 ほぼ 0%、 はいはい、おー、俺かと思った。あー、僕とマスはゴリラ0票でした。俺これ意外と俺一番なんじゃないかって今ちょっと自分が思ってたよね。俺絶対似てないと思った。真ん中3人は誰かゴリラってことだね。はい、誰ですか。じゃあ次3位いきましょう、第3位。ゴリラ決定戦第3位。結構締めてるんですよ、結果分かるんですよ、結果分かるんですよ。もう3から行こう、3からいきましょう、3から。3位が、第3位。あ、意外といる。まあ 10% ぐらい。 11.1%、 ぼちぼち。ガタイで言ってんだろ、それ。1位の方が 44.4% で、 2人、光さんと真央。同率、同率、同率。すげえじゃん、なんか一緒でしたね。ほぼこの2人で持ってってんだと。そうだね、羨ましいけど、ゴリラ話で持っていったら、44.4。すごい。なんかそこまで行くんだったら、なんか1位くれよって。1位くれよ。ぐさつだわ。なんや。でも44と2人だから 88.8% だろ。2人でもすごいよね。残りの 12.2% 2人合わせてもうゴリラみたいな。ゴリラ、ほぼ2人で取ってたね。そうだよ、圧倒的ゴリラ率。そうなんですよ、僕はちょっと取り入れなんですよ。鳥人間だから、うん、そう、超人ではないけどね。メンフクロウ、こら飛べちゃう気がするやん。じゃあ俺絶対、俺ガタイだよね。ガタイで多分ゴリラっぽいでしょ。どうする。いや、顔もゴリラ系だけどね。ん、顔真似やってみく。だってそれ投票したら絶対さ1位だよ、うん、100% 1位だよ。ほら、マオはゴリラだなっても大好き、うん、ゴリラ王子だ。もう名字ゴリラに変えてゴリプリ。やりすぎ。名字ないから名字ゴリラにしようかな。ゴリラ、ゴリボンドマオ、ゴリボンドマオ、ゴリボンドマオ、ゴリドットボンドドットマオ。ゼックスの売りはなんすかね。もうなんといっても個性だね。まあなんといっても主任がお酒が強いことじゃないですかね。そうです、ね、はい、一番もう売りといえば主任がお酒強いことです。でもゼックスはほらあんまキャラ被んないで昔から言われてるよね、はい。なんか昔からなんかでも本当セックス一番お酒強いのはあの一君なんで、はい、はい、そうです。もう一君はもうガンガン飲ましたと全然大丈夫。おい、ちょっとこの5人の中で一番強いんだよね。はい、いや、バカじゃねえよ。従業員全員合わせて一番強いから本当に。うん、いや飲むけど違う、俺顔に出ないの本当、酔っ払っても。大きい。って言いながらいつもシラフで帰るんですよ。バカじゃねえよ。じゃあ俺一回だって酔っ払いすぎて帰れなくてマネージャーに連れて帰ってもらったことあったんですけど。ああ、ありましたね。あのゴミ出ししてるおばあちゃんをナンパするっていう。おばあちゃんおはよう
みたいなやってたやってた。あとなんかあのレッドコーンにこう紐がこうくくられてなんかこう通行止めみたいになってるやつを道路の真ん中まで出してもう車通さないとかってそのまま帰るっていう直さない記憶ないの。結構酔っ払っちゃったらねでこうすれ違うあの社会人 の, あのおじさんとかにおじさんおはようみたいな優しいからみんな返してくるんですよおはようございますフレンドリーだったフレンドリーまあそうですね確かにタチ悪いかタチいいかで言ったらタチ悪いですね。もうリボンでも俺昔あるよでもなんか何を思ったか早朝に新宿西口でキャッチしてた。ダメじゃん昔昔リモート指名でって言えないわかるぞ確かに笑ってたオーバーがホストクラブ入ってってご指名ございますかゴリボンドさん言えないねじゃあ、なんか5人同時投げキッスが入ってるから、はい、せーのさんさんにり一日溺れちゃうね、溺れちゃうね。酒に溺れちゃうより俺に溺れろってたけど、俺は酒に溺れてる。だからいつもだろう。でも俺は本当は姫に溺れたい。マオニャンラブラブがいっぱい来ましたよ。あら、マオラブマオラブマオラブ。おお、すごいマオファンがいるんだね。マオファンが、コアな方が。おお、また来た。おお。弁当してくれるんだね。キラキラ指名も恥ずかしいって言われるあの担当だねっていうふうに友達に聞かれて、キラキラ光るっていうのは恥ずかしいって言われる。でもあの光るって言えばね、いいじゃん。そう、そうですね、はい、かっこいい。あえて名字で呼ぶからそうなんですね。そうね、フルネームでいくとゴリボンド。ゴリボンド。でもなんか確かにたまに光のことキラキラって言ってる。いるいる、キラキラネーム。これが本当のキラキラネーム。キラピカでいいじゃないですか。キラピカ、キラピカ、クラピカ、クラピカみたいなね。たまにキラピカもいるよ、キラピカっていう。キラピカでいいね、キラピカ。もう最後もう略しすぎてもうピーちゃんって呼ぶ人もいる。略しすぎ。ピーちゃん。もうヒしかないね。そう。なほとんどだってピーちゃん、ピーちゃんだよ。まあそんなまだ半端ない。あんま時間もないっていうことで。はい。はい。タイク君、意気込みは。はい。明日バスイベントやらせていただきます。イエーイ。そうですね、はい。1年に1回しかないんで精一杯もらえるんで、ね、皆さんちゃんと来てください。待ってます。年に1回の潰しに来てください。はい、はい、もう全然明日はオートで潰しても大丈夫です、はい、あ自動的に潰れると思うんですけど、うん、でも潰してください。いや明日目標、はい、マネージャーを8時に潰そう。早い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 潰れちまえ。来週に来てください。バイバーイ。バイバーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録チェケラー。